かなと思いますし、はい、ライナー系のね、はい、球であとホームコースによっても変わると思うんですけど、まず最初に選んでいただけたらなと思うんです。あとそこで先ほどお話しシャフトを選ぶときにね、はいはいはい、あのどういう基準で、まずその新しくその次のステップに行くためにはどういう基準でシャフトを選ばれたら、あのまず第一に、はい、今回のこれってやっぱりそのいくつかを試すことができる大きいですね、そうですね、はい、やっぱりこの、あの例えば雑誌とかで商品説明とか、はい、まあ、商品広告みたいな形でいろんなシャフト、はい、スペック比較みたいなのあるんですけど、はい、あれってそもそも、まあ、広告ですから、はい、それほどじゃあ自分にダイレクトのフィードバックがあるかっていったらなかなかそういうものじゃないので、結局はつけてみない限りわからないというのが本音だと思います、はい、あだこうだこれは弾きがいいとかっていろいろ言葉では書いてあるけど、さっきの動きの話じゃないですけど、はい、弾きがいいってなんだって言われると、はい、あの実際なかなか分かるレベルではないし、例えばそのフレックスにしたって R から S に変えたからどれだけ自分が感じられるかっていったらそこまでなかなかセンシティブでない場合が多いですよね。で、まあ、やっぱりそのゼロツっていうのがヘッドとして球が浮くんだったらそれほど先上昇にする必要がないじゃないと、はい、やっぱり先上昇のシャフトって弾きがいいような感じはするんだけど、実際にはそのアングル的なズレっていうのは元上昇よりも大きい出るわけですよね。そうするとやっぱりブレは出やすいよね。であればヘッドが球を浮かしてくれるから弾かなくてもいいじゃないっていうようなチョイスをしていきましょうっていうのもシャフトとしたらありだと思うんですね。ですから結構人間側としたらある程度の重さっていうのはあった方がいいと思うんです。そのあんまり軽いもんだと軽いから手でやっちゃおうぜって体っていうのは思うんですね。あので、例えば柴さんがあのケースに入ったビールケースを持ち上げようと思った時に手先で持ち上げようとはしないじゃないですか。もう見た目もそうだしビールって重いぞっていうのがあるから、もうしっかり腰を入れてこうこの辺を張ってやりましょうっていう感覚をちゃんと脳がコーディネートしてくれるわけですよね。それがあんまり軽いとこれは軽いから手先でいけるよねっていう誤解をしちゃうんですね。でこれ動き始めるとこれまあインプレスさんのこのヘッドっていうのは100、もともとは180何グラムですよね。でそれに重りを入れて197とか、ね、大体170グラムで、まあ、標準的なヘッド重量です、ね、そうですね。で200グラム弱になります、はい、そうですね、はい、で200グラム弱のヘッドが、ヘッドスピード40メートルって言ったらキャリーで200ヤードぐらいですかね。ちょうど200ヤードぐらいかな。それぐらいのスピードで動いた時にこれ実は100キロの重りが時速6キロぐらいで動いてるのと同じ力なんですよ。でレッスンなんかでは手先でこうできるよ、ああできるよみたいな説明をしてるんですけど、じゃあ100キロの重り、時速6キロであなた手先で動かせるのさ、これ無理な話なんですね。そうすると、やっぱり自分の体の力をうまくダイレクトに伝えましょう。で、それ体自体がいい動きを出せるようなある程度の重さっていうのがあった方が、実際には動き側が使っているうちに良くなるっていう効果が出てくるので、あの、試打会をやった時に皆さん多分選ぶ、選び方ってなんか楽に打って飛んじゃったっていうのを選ぶ方が多いと思います。で僕はあの僕の知り合いとか生徒さんとかそういう方には絶対そういう選び方はしないよねって、ちょっと振ってみてうわこれはちょっと重くて大変だな頑張んないといけないなっていうものを本当は選んでほしいです。というのは人間ってあの負の適応っていうのはすごい早くする。楽な側にはどん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 行こうとする。でもちょっと重たいものっていうのは今の自分に対してより頑張ってより質のいいものをしないといけないぞっていうことをちゃんと体が感じてそれなりにそういう動きっていうのをしてきてくれるのが人間なので、そういう選び方っていうのもあるといいですよね。なるほど、はい、そうそう、ちょっとやっぱり今の自分よりも少し重め固めっていうのをまずトライしてみるっていうのがトライしてみるのはいいと思います、はい、で、あんまり楽に打てちゃうぞっていうのを判断基準にすると多分皆さんあのクラブの好きな方は経験があると思うんですけど、いいぞと思って買った瞬間よくなくなるみたいなゴルフの中では結構あって、買って最初はいいけど3ヶ月もしたら全然飛ばなくなっちゃった、スライスがかかり始めちゃったとかっていうのはこれ完全に自分にとって楽なクラブなんです。で、楽っていうのはあの普通に考えると体をうまく使って楽に打てるっていうよりも手先で打てちゃいますよっていう質のクラブの場合が多いですね。そ
それでどん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 手で動き始めて体が止まって力を出せない。最初は楽に元のパターンで打ってたから飛んでたけど、それがどん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 退化していっちゃって、結果的には飛ばなくなっちゃったよね、次の買いますかっていう話が多いと思うんですけど、まあその分、まあ、これはねヘッドを重くするとかっていうので、そういう対応もできるんでしょうけど。そうですね、まあ、このリミックスの良さは、まあ、そう、ね、先生から聞いてもやっぱり今まで 50g の S を使ってたお客様が、はい、そのいきなり 60 の S にするって結構こう冒険というかハードル高いかなと思うんですよね。どうですかね、ですかね、そこでイメージ的にそう思ってるだけで、そういう意味でちょっと一回トライしていただいて、ね、そうですね、トライをするっていう、まあ、我々の中でも特に今年はこのグラファイトさんのシャフトに関しましてはですね、60の S と50の R もですね、もうカタログ商品でありますので、はい、この両方試していただくこと可能ですね。そうですね、その中でちょっとでもその50の R が楽かなと思ってもちょっと頑張ってみた方が結果的に良くなるかもしれない、はい、そうですね、それがやっぱり一つと、もう一つは年齢とともにやっぱり筋力って落ちていくっていうのがあるじゃないですか、はい、そうですよね。で今そんなに楽なことしちゃって10年後にあなたゴルフできるのっていうのは僕らはすごく考えるんですね。でもう本当一昔ではないですけど、70年代までは女性でもスチールのクラブ売ってたんですよね。でもそれが今やもう今一番軽いのなんて 30g 台ですか、はい、そうですね。で 120-30g あったのが 30g 台になっちゃいましたっていうことで、やっぱり動き側の質が悪くなってきて、逆に腕を送ると体が止まるんです。この椅子の上で足をこうやって宙に浮かして上半身こうやると下半身で逆に行くじゃないですか。これ物理的な反応なんだってどうしようもないんですね。そうすると必ず腰痛が起きるんです。これ困っちゃったことで、はい、軽いから楽だぞと思って手で打ってると下半身がここでブロックしてるので腰痛に全部これ影響が出るんですね。でこれ整形外科行くと下半身にカチッとして腕で振ってくださいってわけわかんないことになっちゃうんですけど、実際には腰痛にゴルフってならないんです。いいパターン、それがその軽いクラブが出てきました、長くなりました、ヘッドのモーメントが強いです、腕で打てそうです、やっちゃいました、で腰はその悪くしちゃう、体の力を出せないというパターンで結果的にどこかでガクッと落ちるんですね。そういうことも考えるとゴルフって本来はね、言ってみれば本当に一生に近いぐらいずっとやって楽しめることなので、そこまでビジョンとして考えてゴルフクラブって考えていこうよって僕なんかすごく思ってるわけで、でそこを考えた時にちょっとこれ軽いけどなんとか頑張ったら使えるかなっていうところにトライしてみて、そこに自分が成長していこうよと、いくつになっても筋肉っていうのはこれは成長するわけで、そこへ自分を持っていきましょうっていう発想っていうのは僕は必ず皆さんにお勧めします。なるほど、軽い側に行くのはいつだっていいんだから今行かなくていいじゃないっていう感じはすごくあると思います。我々クラブ作ってる側ですね、どうしてもそのシャフトって重量がない方がね、はい、ヘッド重くできたりとか全体的にシャフトで紐でもいいんだよなとかね、いろいろ考えるんですよね。でもこれ手の中にある重りっていうのはスイングにとってはマイナスにならないし、逆に体にとっては重さがあるってことは筋肉を伸ばしてくれるということなんですね。でここに手に持っちゃった先の重さっていうのは手首っていう弱い部分を動かすことになっちゃうんですけど、手の中に入っている重さっていうのはこれは大きな筋肉を伸ばしてくれる結果になるので、実際にはこれプラスなんです。なるほど、はい、だから実際例えばこのグリップの中にドライバーのグリップの中に 50g 入れちゃったとするじゃないですか、はい、そうすると 350g、360g、もうものによっては 380g みたいになっちゃうけど、はい、振ってみたらすこぶる軽いです、うん、っていうのはさっきちょっと話してた、はい、持った時の期待感に対しての動いた時の結果のギャップなんですね。人間が重い軽いって感じるのって、でそれがギャップがあればあるほど実際には振ってみると重いって感じる、うん、でも持った感じが重いものを振ってみた時にあれこれ結構軽いじゃんっていうと、その自分にとっての感覚的には軽いものとして、その動いてみると軽いものとしてできるんですね。だからその辺は人間の感覚的なものっていうのは単なる物理的なものではないので、その辺をうまくいじってみると面白いですね。そうですね、なかなかまあ、自分で探していかなきゃいけないっていうとかね、我々もビルドってビルドイワネクストということで、まあ、ここもですね、ヤマハとしてはですね、お客様のタイプは A だからこの組み合わせですよとか、
そういうことがあのお提案できたら本当はもっとねクラブ売りやすいかなと思うんですが、そうですね、あの